開かれた社会オープンソサイティとは1932年にフランス哲学者アンリベルクソンから提唱されたコンセプトであり、その後第二次世界大戦中にイギリス哲学者カール・ポパーによって発達した。ポパーは開かれた社会を自然的で部族的な閉ざされた社会からの歴史的連続体として捉える立場であり、対面コミュニケーションを書いた抽象的で、 個性喪失した社会から伝統に対しての批評的態度によって開かれた社会に至ると主張した。開かれた社会においては政府は敏感で寛容を深く政治機構は透明で柔軟であるとされる。それは権威主義の反対であると支持者らは主張している。ポパは開かれた社会をその個人らは個人自身の意思決定について向き合っていると定義し、魔術的、部族的、 集団主義な社会とは対象であるという。人道主義、平等主義、政治的自由は、開かれた社会が理想とする基本的な特徴である。これらは古代アテナイの政治家ペリクレスが擁護していた、もので、彼の葬儀のスピーチでは、社会的地位によって能力が評価されなかったり、属する階級によって、才能を妨げられることはなく、貧困によって、道を妨げることはない。 国家に奉仕できる人であれば、その出生が不明であることは判例になることはない。我々の政府で楽しむ自由は、我々の普通の生活にも及んでいるのである。と述べられている。ありがとうございます。